日本近畿地方大阪府大阪市中央区、北浜東北浜あずまは、大阪府大阪市中央区の町名。定番を持たない、単独町名である、大阪市中央区の北部に位置。西は、阪神高速1号環状線の高架下を流れる、東横堀川を挟んで、北浜、今橋、東は、天満橋橋町、南は国町、北は、旧。 淀川及び土佐堀川を挟んで、北区天馬、中野島にそれぞれ接する。大川に架かる天神橋南詰めの地域で、1989年に、中央区が誕生するまでは、旧東区京橋三丁目であった。当地の西側に隣接する北浜の東側に位置することによる、京街道沿いの町で、江戸時代より京橋という町名であったが、1989年に、 中央区が成立した際に、京橋一丁目が大手前一丁目に編入され、道二丁目が天馬橋京町、道三丁目が北浜東と解消された。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪産業労働資料館中林大阪本社、大阪府大阪市中央区の町邸、あざ一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧、AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧、 AB 北浜東の郵便番号日本郵便2019年8月15日閲覧市外局番の一覧総務省2019年6月24日閲覧 AB 平成7年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長あざト総務省統計局 2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。